報道を認識して我々もびっくりしていると。で、今後必要な情報が入ればですね、ご連絡をすると。で、我々としてもこれはまあその保釈条件に違反している、もし事実とすればですね、まあ、保釈条件に違反しているということはまあ考えられないというふうなことですよね。いやいや、もちろんそれは許されない行為ですよ。その保釈条件に違反しているんですから、そういう意味では日本の司法に対する、まあ、なんて言いますか、裏切りというのか違反行為ですから、それはいけないことなんですけども、じゃあそのいけないことの気持ちが全く理解できないかと、それはまた別問題ですよね。それは普通でもいけないことでも気持ちよく分かるというのはいくらでもあるわけですから。だからまあそのとりあえずの報告書を出しよう、しようと。でそこから先はその情報が入ってきて、それこちらの方で少しこう、まあ、どういう方法か分かりませんけど、連絡が取れるのか取れないのかも分かりませんしね。そこから先の話はまだちょっと何とも何点かで分かんないです。どうも。